皆さんこんにちはレック専任講師の智嗣ですさて今回はですねこちら始まる広がる達見師から新たな道というタイトルで30分ほどガイダンスお話をさせていただきたいと思いますさてまずですねこちら 始まる広がる「宅建けから新たな道」「あなたのそばにも資格活用の道あり」というタイトルですけれどもまずまあたっけのガイダンスなんですけれどもこの「宅建けってまずどういうものなのかそこから見ていきたいと思います。 それではではすねお手元にレジュメがあ,ーある方はですねそちらのレジュメの方をご覧いただきたいと思いますもしお手元にレジュメがないという方はですねこちら画面の方に映し出しますので画面の方を見ながら聞いていてくださいそれでは1番試験概要のところから見ていきたいと思いますさてこの宅検試験なんですけれども毎年1回10月の第3日曜日に実施されますですので、まあ、毎年ですね年に1回行われる試験なんですね で受験人数は毎年約20万人と非常に人気の高い資格ですというふうに書かれております。で年に1回の試験で20万人受験する試験ってまあそんなに数は多くないんですよ。ね、えー、いろんな試験ありますけれども受験者数が20万人の規模のものっていうのは年に1回の試験だとなかなかないですね。そののぐらいいいにに人気の高い資格とううふうになっております ではなんでこんなに人気が高いんでしょうまずそこのところから見ていきたいと思いますまずですね受験資格が特にないということなんですで、受験資格に、えー、ないということはですね誰でも受験可能ということになるわけですねで、こちらにはですね過去には90歳で合格した方12歳で合格した方もいらっしゃいますとですので90歳の方でも12歳の方でも受けられるというところでまあ、誰でも受けられるというところでまず人数が多くなっていくというところがあります でですねその他にもこれ人気の秘密いくつかあるんですねまずこれ国家資格だということなんですで国家資格っていうのはやはりまあある程度価値は高いですよね、えー、で国家資格結構価値高いんですけれども国家資格ってやっぱりなかなか合格しにくいんですよで合格しにくい国家資格の中では合格率は比較的高めなんですでこれ15 書いてあります。平均15%ぐらいですよね。で、平均15%まあ言い方を変えればね。100人中15人しか受からない。100人受けても8。5人は落ちてしまうという言い方をすることもできるんです。けれどもまあ、実際問題、国家試験の中では合格率結構高めです。そして。国家試験って大抵ですね。 まあ、記述試験があったり口述試験があったりするのが普通なんですがこちらちょっと下のところ先に見ていきますけれどもこの卓研試験はですねそういいったものののががななんですすね全ての問題ママークシーー、まあ、ーククシシトト択になります、えー、それが50問ありますのでまあ何て言うんですかね言い方はどうかと思うんですけれども試験会場に行ってマークを50個塗ってくると、えー、それだけで合格証が送られてくるというですね、まあ、そういう試験なので、まあ、受けやすいところはあります。 やはりまあ口述試験があったり論文試験があったりなんかするとなんか口述試験あったら嫌だな論文試験あったらちょっと嫌だなという形で少しハードルが上がってしまうところはあると思うんですけれども、まあ、マークシートだったらいいかなとマークシートだけだったら何度かなりそうだということでそれで結構受けに行くという方が多いんですね。ですのでそれでこちら。 戻りますけれども毎年毎年20万人ぐらいの方が受けに行く人気の試験ということになっていきます。ででこちらですね 申し込み者数がまあ大体245万ぐらいですかねで受験者数がまあ大体20万人ぐらいですのでん毎年ですね5万人ぐらいは減ってくんですよねんこれはなぜかというと大体申し込みの時って7月とかなんですよで受験が先ほども言いました通り10月ですねだから申し込んだはいいもののんなんかちょっと今年無理な気がするなって言ってまあやっぱり適前逃亡っていうんですかね、えー、諦めてしまう方っていうのは結構いるわけですよ。 で、まあ、大体そして毎年3万人程度の方が合格していくでそのパーセンテージを出していくと、まあ、大体15%前後かなという試験になっていくわけなんですはいそしてこちら合格点のところをご覧ください合格点が年によって違いますよね そうですのでこれ50点満点なんですけれども50点中の何点取れば受かりますかっていうのはこれ合格発表の日までわからないんですよ。はい、でそれはなぜかと言いますとやっぱりこっちのの合格率の方ですねこちらを固定させてる事情があるんですよ。ですので受けに行った方の上位15%ぐらいの方に合格証を渡す。 という,ふうなな、まあ、考え方になってますので,でその上位15%が何点までなのかっていうところが、まあ、年によって難易度によって、まあ、それから受ける、ねえー、受験者の層によっても変わってくるというところで一定化していないなところがありますでこちら5年間のデータという形で出てますけれどもこれもっともっと遡ってみてですね2012年2011年2010年と遡ってみてもですね まあ最高で36点なんですね。37点以上になったことはないんですよ。で、どんなに高くても36点なのでまあ、基本的にはですよ。基本的には36点取れてればあ。これは多分受かったなっていう風に判断できるわけですよ。で、まあ、たまに20点台の年もないことはなかったんですけれども。まあ、基本 31323435のあたりで動きますのでまあやっぱりちょっと20点台になってしまうとああ今年はちょっと厳しいかなっていうふうに ある程度その試験が終わった段階でわかるんですね。問題はこの31点から35点だった時ですよ。でこの31点から35点だった時には、そう合格発表日まで合格点わかりませんから、自分が受かってるのか落ちてるのかわからないままね、一、えー、ヶ月ちょっとぐらい過ごすことになるんですね。これ試験10月の第3日曜日ですけれども、まあだいたいあの合格発表が 11月の末から12月の頭なんですよですので1ヶ月ちょっと待たされます、うん、31点から35点の人はですね受かってるのかな落ちてるのかなね、えー、ちょっとドキドキしながら待たなければいけないとなるとそう36点ここが一つの 目指すすべきラインになりますよね36点を目指してとりあえずは頑張っていきましょうとまあもちろんそれより上であるに越したことはないんですけれどもですので最初からまあ何ていうんですかねこれはなぜかというとだいたい設定した目標のちょっと下になることが多いからですよ。 でまあ、例えば40点目指して頑張ろうっていうふうにすると大体378点になったりするんですね。で378点を目指して頑張ろうっていうと、まあ、大体36点ぐらいになるわけですよ。ねえー、で36点目指そうっていうとそうやっぱり34点、35点になってしまうんですねですので、まあ、大体設定した目標のちょっと下になるってことを考えてみるとまあ最低でも378点を目標にしておいた方が無難です。 まあ時期にもよりますけれども時期に余裕があるんだったら40点を目標にしておく方が安全だと思います、えー、40点をとりあえずの目標でちょっと時期がね押し、えー、迫ってるっていうんであっても3738ぐらいを目標に勉強していきましょう50点中のそのぐらいを取れるように頑張っていきましょうというのがまあ最初のステップですよね。はいさそして 試験科目どんなものがあるんでしょうかと、えー、全部で50問だという話ありましたけれども権利関係が14問宅検業法が20問法令上の制限が8問税価格が3問それから免除科目が5問という形になっておりますこれの合計50問でまず権利関係の14問なんですけれどもこの14問中のまあ大体10問ぐらいがですね民法という法律から出題されております そして、えー、約2台が借地借家法。で、1台が建物区分所有法。それから1台が不動産登記法という形になっているのが、まあ、通例ですね。はい。都市によって、まあ、前後することはありますけれども、だいたいこの枠組みでいきます。で、宅建業法20問ですね。で、それから法令上の制限が8問。都市計画法が2問。えー、建築基準法が2問。まあ、その他の、えー、やつがですね、えー、残り4問という形です。で、税価格に関しては地方税。 えー、これで1問国税で1問で地下工事法と不動産鑑定評価基準は、まあ、どちらか、えー、どちらかが出題されます大体いい確年なんですけれどもね、えー、それをちょっとね各、えー、年で偶数年はこっち奇数年はこっちって、えー、ある時まで結構こうやって来てたんですけどもそれもちょっとぐちゃぐちゃになってるのであまりそういう山は張らない方がいいですけどもねで免除科目が5問というふうになっていきます でこれ、免除科目、まあ、どんなのが出てくるのかというと住宅金融支援機構法、景品表示法、土地、建物などというふうにありますけれども、これ、なんで免除科目っていうんですかっていうと、えー、不動産業界にお勤めの方はですね、えー、講習会を2日間受けて、でそれで試験を受けてで、その試験に終了すると、合格して終了すると、この5問が免除されるんですね。えー、ですので、まあ、免除科目っていうふうに呼んでおります。 でこの合計50問なんですけれどもまずですねこれ勉強するにあたってですねこの権利関係14問こちらに関しては結構やっぱり難易度も高いですから14問中の例えば12点を目指そうっていうのはあまり得策ではないんですね。で大体ここの14問中の9点前後ですかね9点前後を取っておけばある程度いけるかなという形になります。 そして宅建業法20問ここは18問ぐらい取ってほしいところですですので宅建業法で落とさないっていうのがまず一つ試験の対策としては重要になってくるところなんですけどもね宅建業法の20問でどれだけ取れるのかできれば満点近くまで行きたいんですここはここ満点近くまで行っといて例えば18点取っておくと ね、先ほど言いましたこの36の中の半分はここの宅建業法で稼ぐことができますのでこれ結構、ねえー、是非ものにして欲していところではありますでそれから法令上の制限ですね8問出てきますけれどもこの法令上の制限税価格なんですよ問題は、ね、この法令上の制限税価格が問題でこれ大抵ですね合格者は結構高得点取ってます。 で合格者は結構高得点取ってる割に不合格者はですねやっぱここ落とすんですねこの11問をバサバサバサと落としていくんですねここで合否が分かれると言っても過言じゃないと思います、えー、合格者は高得点不合格者は低得点ということはここでいかに高得点を取れるのかっていうところが問題になってきますでですね こちらまあどうして、えーまあね、ここで差がつくのかとかそういうお話はちょっと後半の方でお話をしていきたいと思いますけれども、まあ、ここちょっと勝負なんだなっていう認識は持っておいてください。そして、まあ、免除科目5問、まあ、この中の、まあ、34問取れればいいかなというそういう形で、まあ、それで36点を目指していきましょうっていうのがまずこの戦略の大きな枠組みだというふうに押さえておいてください。では レジメをお持ちの方はページを変えていただきましてさあ宅検試資格を生かすというところに進んでいきたいと思いますさて、えー、この宅検試験に合格した方の職業別構成費 ねえー、合格者全員がですねどういう職業についているのかっていうところについて、まあ、出してみたわけですね。えー、不動産業業ががががががが金融関係が、えー、建設関係係建設他他種が学生が主婦がその他というふうに書いてありますがこちらたた、まあ 県というですね名称からわかる通り不動産系の資格なんですねで不動産系の資格なので不動産業の人だけが受けるんだろうという風うに考えたらですねそうでもないみたいですねそう不動産業の方は35%ぐらいなんですね3割5分ですよということで残りの6割5分は不動産業の方ではないということなんですねで不動産業 これは宅建業を、ねえー、やりますっていう方のん方がですねなぜ宅建試験を受けるのかというところに関しましてはこちらでございますまず宅建業を営むためには5人に1人以上の割合で宅建士が必要になってるんですねつまり宅建業をやりますっていう風になったらばその従業員の5人に1人は宅建士じゃないといけないんです 宅建じゃないと、それもう営業してはいけません。よってことになるわけなんですね。ということはですよ。例えば、その宅建業の会社に勤めようという風になりました。で、勤めたら一番最初に何言われるんですか？って言ったら宅建取りなさいって言われるんです。そうなんでですか？つったらこの数満たさなければいけないわけですからね。この数を満たさなければいけない。以上、宅建取りなさいっていう風に言われます。そして。 えー、じゃあ5人に1人だったら別にそんなにね、えー、5人中4人はいらないんでしょうって言うとそうでもないんですねやっぱり独占業務があるんです、えー、宅建士じゃないとできないというものがありまして、えー、重要事項の説明というものがありますでこれは何かと言いますとその土地とか建物まあ、買ったり借りたり、えー、するときにはですね、うん、まあ、やっぱり高い買い物になるわけですよで高い買い物になるわけですからその土地や 建物のことについてちゃんとよくよく説明を聞いてそれから買いますかどうですかっていうことにしなければいけないんですねつまりお客様が来ましたね、えー、この土地買いたいですこの建物買いたいですというふうに言いましたその時にはいじゃあ売りますよってすぐに売ることできないんです売る前にこの重要事項の説明っていうものをしなければいけないっていうルールがあるんですね でこの重要事項の説明でこの土地はこういう土地ですこの建物はこういう建物ですこういう説明をしなければいけないんですけどもこの説明誰がやってもいいってわけではないんです。このの説明宅建,宅地建物の取引士みができるんとす,す,、ね、するならば、まあ、5人に1人満たしてるからいいじゃないかってなってくると例えばじゃあ重要事項説明しなければいけないって言った時にその宅建士が。 例えばお休みしてましたとかそういうんだったら業務が滞ってしまうわけですよね。なのでやはり不動産業、宅建業に関しては理想は全員が宅建師なんですよ。理想は全員が宅建師が、まあ、やっぱり理想なので受けなさいというふうに言われるわけですね、えー。不動産業に従事してる以上この資格は必須ということになりますと。で 先ほども言いました通り5人に1人は宅建師じゃなければいけないそれから独占業務がある、えー、なのでねえー、宅建業の会社に入社するとまず最初に宅建を取れというふうに言われるということはですよ。ということはですよ。そう。宅を持ってるそうつまり宅建師の状態で不動産業に入社しようとしたらどうですかそそううですよねそう これはもう即戦力なんですよなので実はこの「宅建士になってる」っていうとこの宅建業ではかなり有利ですですので例えば他業種から不動産業へ転職希望したいって言った時にただ単に「じゃあ転職で希望なんで不動産業です」っていうよりもこの宅建に合格してから転職活動っていうものをした方がはるかに採用されやすいです。そして 不動産業へのの就職を目指す大学生の方、これも最初に宅見合格しておけばそう入社した後は即戦力なんです,ですのでもうこの宅見業の会社に就職したいって言った時にはこの資格持ってると本当に有利になります、えー、ですのでまあこれまず不動産業の方がたくさん受けに来るこれは分かりますよね。そして2番目です。 金融関係建築関係こちらの方も結構多く受けています、えー、ね、えー、こちらですと10%って書いてありますよねはいそれはなぜかと言いますとまあ、金融関係銀行なんかを考えていただければと思うんですけども融資なんかを行う際に不動産の評価をするためにですね、うん、宅建室の知識っていうのが要求されていきますで、また建設業もですね宅建室の知識必須であるだけではなくてですねあの 建設会社が宅建業を営む両方やるっていうことが結構多いんですね、えー、ですのでこの資格の取得を奨励している会社っていうのは多くあります、えー、ですのでまあ例えば建設会社がうん宅建士をねえー、やっぱりもう 募集してで五人に一人満たしたらじゃあうちの会社でも宅建業やろうかなっていうふうに、えー、申請していくとでそのためにんまず社員さんに、えー、取ってくださいというふうに頼むこともあるということになりますそれから三番目学生ですね大学生の方ですよねまず就職活動で有利となりますで、えー、先ほどお話し,しましたように不動産業ではまず即戦力になります。 不動産業ではまず即戦力なんでもう大歓迎ってことになりますでは不動産業だけですかっていうとそうでもないですそれ以外の業種でも,も資格を取得したっていうこの事実ですねで先ほどもちょろっと言いました通りこの宅建国家資格なんですよで国家資格なのでやっぱり、うん、そういう意味ではですねえ認めらもう価値は高いです えー、認められるものになりますので例えばエントリーシートとかで学生時代に努力したことっていった時に資格取得に、えー、頑張りましたっていうふうに書くことができますアピールポイントになりますで例えば資格にしてもですね例えば TOEIC 簿記とかっていうのは、まあ、エントリーシート結構見てるとあるわけですよ宅建あんまないですよあまりないのでそうそういう意味ではそうあまりないってことはイコール差別化が図れるってことですからね。 差別化が図れるわけですから。あ、この人宅建持ってるんだっていう形でで、先ほど不動産業で即戦力っていう風に言いました。けれども実はですね。不動産業以外でもあの宅建の資格って。結構戦力になったりするんですね。なぜかというと、どんな企業さんでもですね。やっぱりまあね土地があって建物があって、そのね。その土地や建物がないと。そう、業務はできません。 え事務務所って形でででね、えー、なないいと業務ができないわけですよ、ね、まあそこを買うにしろ借りるにしろじゃどこを買いますかどこを借りますかっていった時にその土地や建物についての知識がある、えー、社員さんがいればですねやっぱり会社としても心強いわけですよ。ですのでそういう意味でうん業務に直接影響しないけれども宅建士の資格持ってるとそういう部署に、ねえー、担当になりやすいわけですよ。 でそういう部署の担当になるっていう時にその知識があるっていう人がやっぱりいれば採用もしやすくなりますからね例えば店舗を広げるって言った時にえどこに店舗を広げればいいってじゃあねえまあここら辺の地域にしましょうとかそういうのはねあの、まあ、マーケティングとかそういうところもあるでしょうけれどもで例えばどこの、ね、建物を借りるのがいいのかとかそういうところっていうのはやっぱりねですのでまあそういう意味で言いますとやはり。 ね、えー、不動産業だけではないわけですよねであとですねこの学生がですね宅検に行く理由としてはですねこちらもあるんです宅検から他の資格へのステップアップなんかができるわけですねで先ほども言いましたようにこれ試験科目戻りますけれどもいろんなものが取材されてますで実はこれ結構広いんですよね結構広いんですけれども 結構浅いんです。そう、宅建試験って、まあ、やっぱり広く浅くってところがあるんですね。で、例えば宅建の勉強をしてました。で、宅建の勉強をしている中で、民法が楽しいなと。 民法面白いぞっていうふうになったら例えば宅検受かった後でじゃあその民法をもうちょっと深く勉強できる行政書士とか司法書士とかね、えー、司法書士だとこちらの不動産登記法とかも範囲になりますからね、えー、そこをねもっと深く勉強できるぞっていう形になっていきます例えば建物区分所有法、えー、これ楽しいなっていうふうに思ったら例えば管理業務主任者とかマンション管理士とかね、えー、という形で 例えば、えー、不動産鑑定評価基準ここが楽しいぞっていうふうに思ったら、えー、不動産鑑定士とか、えー、例えばここの地方税国税のところが楽しいぞっていうふうに思ったら FP とかですね、えーまあ、税理室とかですね、えー、という形でいろんなところに広がっていくんです。で広ががっていいくももののなのでで例えば資格が欲しいでも 自分がまず何に興味があるのかがわからないと、ね、何に興味があるのかがわからないから何の資格の勉強をしたらいいかわからないという状況であれば間違いなく達見を受けるべきだというふうに思うわけですよ。 らら広がっていきますからねその卓研の勉強してる中でここの分野楽しいなここの分野いいなっていうふうになるところって出てきたらそこがやっぱりチャンスなんですよねそういう意味ではそこをこれからどん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 じゃあ達受かった後ね深く勉強していこうっていうふうにすることができるからなんです。はい ねえー、民法なんとか行政書士や司法書士でも出題されますし不動産鑑定評価基準は不動産鑑定士でも出題されますとほか、えー、の資格へのステップアップに使えることから資格が欲しいけど何の資格が向いてるかわからないという人は「宅見から始めてみるのがベストですと」と、えー、いう形でやはり学生で大学生のうちに資格が欲しいっていった時に宅見をまず一番最初の足がかりにされる方が多いです。また 例えば大学生の方で公務員志望者ね公務員になりたいですっていう方こちら公務員もですね民法を共通する範囲としてあります。民法が共通すする範囲になりままので、まあ 公務員志望者がですね例えば大学1年生のうちに宅検をまずは取っておいてそれから、えー、大学ね2,3,4年生の方では公務員試験の対策に集中するというこういう戦略を取る方も結構いらっしゃいますまずはですね民法が共通範囲なんで基礎固めができるっていうのがまずその有利なところの第一歩でそれからですね やはり、まあ、公務員試験の勉強をしていたところで、まあうん、皆さんが公務員になれるってわけではないやはりちょっとね、えーまあ、公務員ダメだったでもね、えー、とりあえず生活しなければいけないから民間企業に就職をっていった時に先ほども言いました通りそう有利に働いていてきます武器になりますからね。で特に、えー、不動産業にとりあえず入ろうっていうふうになってくるとおかなり有利に運びます。でですのでうん、まあ、最初に宅建を取って と言ってある意味まあなんて言うんですかそれをまあなんて言うんですかね、えーえー、うーんなんか安全策みたいな感じにしておいてそれからまあ、自分のなりたかった本と公務員に勉強に集中していくという戦略を取る方もいらっしゃいますはいさそれではですねどういう形で勉強していけばいいでしょうかということになってくるわけですね次のページになりますけれどもはい さあ、合格するためにはどんな学習をすればいいでしょうかというところでこちらのデータをご覧くださいということで、これ受験者の正解率のものですね。受験者、90%以上の受験者が正解している問題が何問あるか、80%から89%の人が正解している問題が何問あるかという形で、まずこれ半分でバーンと切っちゃいます。正解率50%、つまり20万人中10万人が正解している問題を つまりこっちの問題ですね。この網がかかってない方ですねを1問も落とさなければ例えば2017年は 14+13+9+7 ですから43そうつまり半分の人が正解できる問題を1問も落とさなければ実は43点取れたんですね2017年は。そうこの年の合格点は35点超えてます。 で2016もそう2015もそう2014もそう2013もそうね、えー、この表には載ってませんけども20122011ね、えー、遡ってみてもそうなんです実はこれ受験者の半分以上の人が正解できる問題を一問も落とさなければ確実に合格者になれるんですここをほとんどの人がですね勘違いしてるわけですよ でどういうことですかっていうとね先ほども合格率15%といいう,うに言いましたでそうすると、ね、上位15%じゃないと受からないってことは他の人よりもね、えー、もっともっと正解しなければいけないんだっていうふうに勘違いをしてしまってそう。 細かい知識細かい知識っていう風になってしまうんですねでその細かい知識を覚えて覚えて覚えてはいいんですけれども細かい知識つまりね受験生の頃ねほとんどの受験生知らないぞっていう問題私は知ってるぞっていう風に解いてこっちの問題落としてしまったら元も子もないいわけででですすよ、ね、ダブルの意味で辛いですまず何が辛いですかっていうとそう。 こっちを落としたことによって他の人に差をつけられてしまう可能性がある。そしてもう一つです。こっちを勉強するのとこっちを勉強するのははるかにこっちの勉強の方が楽なはずなのに。そう、勉強時間を無駄に使っておきながら成果が出ないってことになっちゃうわけですよね。なので基本をちゃんと固めれば合格者になれるということをまず最初に押さえておいてください。 これ合格率15%っていうことをねあのこの数字の、まある意味まやかしですよねまやかしになってしまうのでそうこれで他の人に抜抜抜きききんんんんでる抜きんでる抜きんでるじゃないんですそう他の人が正解できる問題皆さんも落とさないようにしてこれがベストなんですねはいそしてこちらですではどういう風なものが合格への条件になっていくのかまず1番目です 今年絶対に合格すると決めてくださいで、宅検試験って先ほども言いました通り毎年10月行われますですので今年ダメでも来年がありますで、来年ダメでも再来年がありますっていう風になると直前期になると来年でいいかっていう風に弱気になりがちなんですねで、その弱気になる方が最初の話に戻りますけれどもこの申し込み者数と受験者数の差になってるんですよ そう毎年5万人ぐらいがですねいなくなってしまっているそう先ほども言いましたね申し込みは7月ですよ受験は10月ですよこの直前期にあもう無理だっていう風になってしまうとまずいってことでそうまず今年受かるんだっていう決意を持ってほしいんですねはいそして2番目ですこれ勉強全体に関わることなんですけれども暗記と理解ってどっちが大事ですかってよく言われます ですがこれに関して答えることってできないですなんでかって言ったらどちらも大事だからです理解しても暗記していなければ問題解くことできないですし暗記して,いても理解していないとちょっと言い回し変えられただけで同じ問題だって気づかなくなってしまうんですねですのでそういうところで理解と暗記ってどちらかに偏った時点で成果が出なくなってしまうんですなので理解と暗記は両方大事この認識も必ず持つようにしておいてください そして3番目とにかく前進モード実は試験で最も不利なのが完璧主義なんですとそう完璧主義の方ってのはなかなか受かりにくいんですねこれがでなんでかって言いますとここの内容を完璧に理解するまで先に進みたくないっていう言い出すんですよそうそしてそれがですね先ほど言いました 法令上の制限に関わってきちゃうんですどういうことですかって言いますと大体皆さんこの順番で勉強するんですよ権利関係宅建業法法令上の制限まあ、人によってはこの権利と業法逆にしてっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども法令上の制限大抵最後に勉強するんですねそうするとわかります権利関係と宅建業法の勉強をしてたらもう試験直前期きちゃいました法令上の制限まで勉強する時間がありません これで点差にに開いいてくる人が本当に多いんですよですのでこれも完全にそういう意味の戦略ミスではあるんですけどもその戦略ミスをしがちな人が完璧主義そういやここ理解してないのに先に進んでもしょうがないじゃないですかって言い始めるんですけどもそうじゃないんですよ。これね後ろの分野を理解して初めて理解できるという項目もあります。 ここはちゃんと押さえといてください。いいですね、えー。その度に立ち止まってしまうと前半終わらないまま直前期に突入してしまうこともありますと。なのでまずは薄くてもいいから前半の学習をきちんと終わらせる。これは是非ものに、えー、考えておいてください。これをミスしてしまうと、うん、合格は厳しいということになってしまうんですね。はい。そして六番宅建士から新たな道というふうにありますけれども。 まあこれ卓見ちょっと頑張ってみようかなと思ってくださった方ね、最後の最後んでもどうしようかなっていうふうに思う方の多くがこれですよね。自分は勉強には向いてないって言ってなかなか最初の一歩踏み出せない方ってのは多いです。ですが毎年私ね,ね講座の方で見ております。そう最初の段階ではねもう本当私本当勉強に向いてないんですよっていうふうにおっしゃってた方がですね卓見合格した後ね。 宅建に合格したんだけど勉強結構楽しくなってこれから他の資格チャレンジしますっていうふうにおっしゃってる方毎年いらっしゃいますそういう意味でも宅建って人生を変えますそういう意味でいいですかえー、自信がないっていう状態を変えられるっていうのも大きな成果だと思いますですので皆さん自信がないそれはみんなそうかもしれない最初はそうなんです でもそれで何か成功体験を持つことができればそこから自信につながっていくんですですのでこの宅建をまず最初のその第一歩にしてみてみください、ね、そのための応援我々、ね、しっかりやっていきますのでぜひね勉強に向いてないなんていうふうに思ってらっしゃる方も一歩踏み出してみてくださいそして最後こちらガイダンス今こう30分ほどですけれども受けました こうやってやってみようかなと思った今がチャンスですこの意欲だってまた時間の経過とともになくなっちゃうんですねでそうならないためにも今この瞬間から動き出すことこれが大事になってきますねあのー、例えばやる気になるって結構みんなやるんですでもそのやる気を持続させられるかどうかっていうのはまた別問題になってしまうんですねでそのやる気を持続させるため にええー、皆さんをサポートするためにねそのやる気を持続させていくために、ねえー、こちらも、ねえー、いろいろね策を尽くしてやっていきますですのでこのやる気になった今チャンスですからここから合格への第一歩踏み出していきましょうではですね、えー、30分ほどではございましたけれどもガイダンスの方、えー、これで終了させていただきたいと思います また、えー、今度はですね今度の講座の、えー、卓建の講座の方で皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますそれではどうも、えー、30分間お疲れ様でございました、えー、ありがとうございました